ロデューサー、違います。寝ていたのではなく精神統一を。すみません、嘘です。完全に寝ていました。正直者でいたい、真壁瑞希です。それは今日撮る PV のためです。ゲームがテーマのバトルものですよね。はい、なので参考のため望月さんにおすすめのゲームを教えてもらったのですが、つい夢中になってやってしまって夜更かしを。一生の不覚。はい、望月さんが太鼓判を押すだけはあります。特にパーティープレイが楽しくて、この前望月さんの家でみんなと遊んだのですが、すっかりハマりました。つぶつぶ。ゲームのキャラも槍使いにしました。伝説の槍使いとして世界を救ってみせます。はい、それは問題ありません。さっきまではとても眠かったのですが、プロデューサーに寝顔を見られたことで眠気が吹っ飛びました。ドキドキ。はい、ゲームキャラの私は今すぐにはお見せできませんが、代わりにリアルの私をイメトレならバッチリです。本番では華麗な槍さばきをお見せしましょう。ブンブン。大丈夫です。万が一怪我をしたら回復薬を使います。いざ突撃。